13時43分、テストの予習をするために英語塾へ行こうと自宅を出た風間くん。塾へ向かう途中、公園でしんのすけを発見。無視して英語塾へ向かう。英語塾に着いた風間くんはテスト勉強の予習をしてテストに臨むが、予習するページを間違えていたというゴミスを犯していた。夕方になり今日のことを反省しながら家に帰る風間くん。帰り道で公園で一人で遊んでいたしんのすけに声をかけられるが構わず帰る。自宅に帰ってきた風間くん。だが時計の表示は13時44分になっていて、ママに塾はこれからだとやんわり家を追い出された。さっきまで夕方だったのに外は明るく、再び塾に向かった風間くんはテストを受けるが、先ほどといたものと同じ問題が出題されている。風間くんは同じ生活を繰り返す無限ループに陥っていた。しんのすけと遊べばこのループを抜け出せるのではと考えた風間くん。しんのすけと遊んでみると、偽物の風間くんが現れた。偽物にこの世界の自分と入れ替われと追いかけられ、自宅のドアの前まで来て揉み合う二人。すると風間くんのママが内側からドアを開けて迎え入れてくれたことで、偽物は消え風間くんはループを抜け出すことに成功するが、最後の最後に、偽物の僕は諦めない、タイムループの扉を見つけて入れ替わってやるからなという捨て台詞のような声が人知れず響いていた。